図書館だよりの時間です。あっという間にもう12月ですね。そろそろ大掃除をという方も多いかもしれません。今回はお掃除の本を2冊紹介します。1冊目は長浜のり子さんの漫画でわかる片付け太郎とお部屋蘭子のお片付けレッスンです。この本は整理収納が苦手な女の子がお片付けのプロである男の子と出会い片付けを学んでいくというストーリー仕立てになっています。部屋が片付いていない時のあるあるを片付け太郎くんがすっきり解決してくれますよ。共感できくすっと笑えて自分にもできそうと思える一冊です。2冊目は岩尾明子さんの重曹、お酢、クエン酸の使いこなしバイブルです。周りの人からこういう場所の掃除には重曹がいいよと聞いたり SNS でこんな汚れはクエン酸でと書いてあるのを見たりしたことはありませんか？でもいざ大掃除の頃には何が何に効くんだっけと忘れてしまうこともしばしば。そんな時にはこの一冊、重曹、お酢、クエン酸を上手に使いこなして家中ピカピカにお掃除してみてはいかがでしょうか。本を読んでやる気満々になったところで早めに大掃除に取り掛かりましょう。すっきりした気持ちで新年が迎えられるといいですね。続いては図書館から重要なお知らせです。図書館のコンピューターシステム更新作業に伴い高梁市図書館では12月19日月曜日の終日、予約資料の受け取りを含む資料の貸し出しと予約、利用者カードの登録、更新、情報変更、資料検索、レファレンスのサービスを休止させていただきます。図書館のウェブサイトにつきましては12月18日日曜日午後9時から翌日19日お昼頃まで資料検索、予約、マイページ機能などの一部のサービスを休止いたします。サービス休止中も図書館は開館していますので館内での本の閲覧、返却本のお受け取りは可能です。また、なりは、宇館、川上備中の各地域図書室は12月19日月曜日と20日火曜日の2日間休館いたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。高梁市図書館は年末年始も休まず開館いたしますので、今のうちに読みたい本をチェックしておいてはいかがでしょうか。ご家族で、お友達と、また一人でゆっくりと、それぞれの過ごし方で図書館を楽しんでください。以上、図書館だよりでした。行政放送では、手話通訳士の幅さんと一緒に簡単な手話を紹介しています。今回は4月からの放送をまとめてお届けします。テレビを見ながら一緒にやってみましょう。はい、幅さん、これ何でしょうか？グー、チョキ、パーでしょうか？もうその通りですね。じゃんけんのグー、チョキ、パーなんですけれども、今回はこのグーとチョキとパーで表現できる手話があるのかなというところからご紹介していきたいと思います。じゃんけんのグーでできる手話、親指側を鼻のところに当ててよいという手話です。よい。もう一つはグーの形をほっぺに当ててくるん、猫の手話です。猫。それから両方の手でグーを作って体の前に置きます。元気という手話です。元気。元気。はい、
幅さん、グーだけでも3つもあるんですね。そうですね、はい、では次はチョキはさすがにないですよね。そんなにありますよ。あるんですね。じゃんけんのチョキの形、数字の2がありますね。それからグーチョキと表してまたと使います。また会いましょうねの時のまた。それから両手でチョキを作って重ねます。井戸のいという漢字になります。いという漢字です。はい、幅さん、チョキもたくさんありますね。たくさんあります。面白いですね。じゃあ最後はこちらパーですね。パーはどうでしょうか。ありますよ。じゃんけんのパーの手の形、お願いしますという時に使いますね。顔の前から手を斜め前に動かします。お願いします。それから両方の手を使ってありがとうの時に使います。ありがとう、ありがとう。はい、というわけでグーチョキパー、いろんな手話があることが分かりました、はい、いろいろありますね。面白いですね。おばさん、前回はグーチョキパーを使った手話なんていう感じ で、ね、はい、ご紹介しました。その中で数字の1は合うだとか、数字の2を使ってまた、井戸のいなんていう表現を学びましたけれども、はい、1、2ときましたので、今回は3ご紹介いただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、わかりました。数字の3、この手の形を手の甲を前に向けます。指文字のゆになります。そして片方の手で覆います。それから握り拳で頬を撫でます。温泉ですね。温泉という手話になります。はい、浜さん、これ温泉のマークを表してるんですね。そうです。はい、面白いですね。指文字のゆ、そしてこれを覆うで温泉。温泉、皆さんもぜひねやってみてください。浜さん、他にはありますか。はい、あります。数字の3、この形のまま上から下に動かします。何でしょう。はい、3を作ってこうですね。はい、何かヒントありませんか。水がサラサラサラっと流れています。なるほど、もしかして川ですか。そうです、漢字の川になります。はい、川、皆さんもやってみてください。幅さん、他にはありますか。3で。はい、あります。数字の3、両手で作って重ねます。さあ、何という漢字に見えますか。はい、幅さん、これは数字の2の時にやりましたよね、はい、ということは田んぼの田じゃないですか。正解です。あ、やった。田んぼの田、3と3を合わせて田んぼの田ということなので、これも皆さんね、田んぼシーズンですし、はい、覚えてみてください。それでは会話を、これからの季節は雨が多くなってきますということで、幅さん、雨の手話から教えてもらっていいですか。両手の指先を下に向けて上から下に下ろします。雨が降る様子です。雨。はい、雨ですね。はい、幅さん、雨といっても小雨から大雨、そして雷が鳴っちゃうような雷雨など、いろいろな種類の雨があると思うんですけど、 そうですね、その辺の使い分けはどうしたらいいんでしょうか。はい、わかりました。雨という手話ですが、雨が降る様子に合わせて表現してみてください。ポツポツ降る雨、大雨、雷を伴う雨、風を伴う雨、いろいろな雨の降り方を表現してみてください。はい、わかりました。表情や
体の動きも使って表現するんですね。はい、そうです。はい、では次ですが、この季節に降る雨、梅雨、これはどう表現しますか？はい、わかりました。つまんだ指を顎からおでこに当て、雨という手話を表します。梅雨、梅雨。はい、やってみますね。はい、梅雨で OK ですか？はい、はい、幅さん、なんでこれで梅雨なんですか？どういう意味ですか？これは梅という手話です。梅と雨で梅雨になります。うん、なるほど。梅雨、よくわかりました。ありがとうございます。はい、それでは次の手話なんですが、こちら、傘の手話を教えてください。はい、わかりました。グーを重ねて片方を上に上げます。傘を開いている様子です。傘。あ、なるほど。この傘を開く様子ですね。そうです。はい、ありがとうございます。では次に、雨が降ってくると賑やかになるのはカエルの鳴き声だと思うんですけど、カエルはどう表現するんでしょうか？はい、わかりました。両方の肘を張って上下に動かします。カエルが飛んでいる様子です。カエル。はい、カエルがぴょんぴょんと飛び跳ねる様子なんですね。そうです。はい、わかりました。先月習いました梅の雨、はい、梅雨ですね。これあっという間に終わってしまいまして、早くもね、夏本番という気候が続いています。はい、というわけで今回のテーマは、夏本番の風物詩の一つ、お祭りについてご紹介したいと思います。では幅さん、早速なんですが、はい、お祭り、この手話はどうやって表現するんでしょうか？はい、わかりました。祭り、これは太鼓を叩いています。それからもう一つ、祭り、これは何でしょうか？おみこしを担いでいます。祭りという手話は祭り、祭りと表現します。はい、ではやってみますね。太鼓を叩いて祭り、もしくはおみこし担いで祭り、これどっちでもいいんですよね。はい、はい、皆さん好きな方で表現してみてください。続きましても、これも夏には欠かせない風物詩の一つ、浴衣ですね。浴衣はどう表現しますか？はい、わかりました。浴衣という表現です。お風呂上がりに着物を着たというところから浴衣と表現します。はい、ではちょっとやってみますね。はい、お風呂上がりに着る着物ということで浴衣ですね。はい、そうです。はい、これは浴衣の着物の合わせと一緒で、左手が前の方がいいですね。そうです、そうです。はい、浴衣、やってみてください。はい、それでは続きましては、盆踊り、この手話どう表現するんでしょうか？はい、わかりました。お盆という手話、拝んでいる様子ですね。踊りを加えて盆踊り。はい、やってみますね。はい、お盆ですからね、拝む、そして踊る、で盆踊りっていう感じですね。はい、はい、私のこの踊りの部分大丈夫ですか？そうですね、もうちょっと練習が必要ですかね。はい、もうちょっとね、おしとやかにした方がいいかもしれませんね。はい、それでは会話を、今回のテーマなんですが、こちら、花火です。幅さん、花火といえばいろいろな花火がありますよね。そうですね。はい、例えば、打ち上げ花火、そして手持ち花火、あと鳴り輪花火で有名な仕掛け花火なんていうのもありますよね。はい、いろいろありますね。で、ここまでの手話の傾向としては、こう花火の形によって、一言でね、花火といっても手話表現がそれぞれ違うんじゃないかと私思うんですけど、いかがでしょうか？そうなんですよ。ではまず最初に、はい、打ち上げ花火、さあどう表現するでしょうか？はい、打ち上げ花火ですよね。こう下からヒューッといって花火がパンとなるイメージで、
こんなのはどうでしょうか。さあどうでしょうか。はい、今日は手話表現に地域のろう者の方をお呼びしました。はい、さあどんな表現が出てくるか楽しみですね。どうぞ。原田さん、はい、手話表現どうでしたか。はい、見させていただいて、お二人の方がそれぞれ二通りの手話をされていらっしゃったっていうこと で、幅さん、これは自分の中のイメージの花火を、まあ、人に伝わりやすいようにすれば OK っていう感じですかね。そうです。じゃあ私のやったヒューッと来てパン、これも正解です。あ、よかったです。はい、皆さんもね、ぜひ自分の思い描く花火を表現していただければいいと思います。やってみてください。線香花火です。はい、さあどう表現するでしょうか。これもね、定番の花火ですからね。線香花火というと、まず手の形はこうで、こうね、チリチリしますから、こんな感じでどうでしょうか。それでは見てみましょうね。はい、どうでしたか。はい、今回ちょっと惜しかったですね。こう手に持ってちょっとね、輝きが足してやるという方ですよね。そうですね。はい、ということで今回は花火、いろんな花火についてお送りしました。ご出演いただいた皆さん、ありがとうございました。今回のテーマですが、秋ということでやっていきたいと思います。ただ秋はね、もう何回もこの番組でやりましたから、いいとして、秋といえば〇〇、ね、そこの部分を紹介していただこうと思います。いろいろありますよね。はい、そうですね。はい、ではまずこちら、読書の秋ということで、読書はどう表現しますか。はい、本を開く様子、二つの目で読む様子、合わせて読書。読書。はい、やってみますね。はい、本を開いて読む、これで読書ですね。はい、そうです。はい、横書きの本もあると思うんですけど、はい、そういう場合は横に読んでください。はい、本を広げてこうですね。はい、新聞なんかはどう表現しますか。新聞は大きさを具体的に表して読んでください。はい、バサッと開いて読むですね。はい、はい、皆さんぜひやってみてください。それでは続いては、スポーツの秋、スポーツはどう表現しますか。はい、スポーツ、運動会とかで走る様子です。スポーツ。はい、こうですね。スポーツ。はい、これ足の動きなんですよね。はい、そうです。はい、スポーツと表現する人もおられます。はい、こうかこうでスポーツ、皆さんやってみてください。はい、はい、では次ですが、これ皆さんも大好きですよね。食欲の秋ということで、その表現はどうでしょうか。はい、わかりました。食べるという様子と、好きという表現で、食べたい。はい、幅さんは食べたいと表現されましたが、これがまあ食欲っていうことなんですね。はい、はい、
秋になるとこう美味しいものがねたくさんありますから食欲も出てきますよね。そうですね、はい、それでは食べてばっかりではいられませんから次は文化的なことということで、芸術の秋、これはいかがでしょうか。はい、2本の指を額から下に下ろします。芸術、芸術。はい、やってみますね。芸術ですね。はい、はい、幅さん、なぜこの手の形なんでしょうか。美しいという漢字の一画目と二画目を表現しているようです。そうなんですね。皆さんもぜひ、ね、こう試してみてください。ということで今回は秋といえば何々という部分の手話をご紹介しました。あなたも言語の一つである手話に触れてみませんか。高橋市内ではご覧の手話サークルの皆さんが活動されています。興味がおありの方はまずは福祉課までお問い合わせください。また広報高橋では毎月手話のコーナーを設け簡単な手話をご紹介しています。ぜひご覧ください。福祉課からのお知らせです。世界各地で多発する紛争や自然災害等で被災された方々を広く支援するため NHK と日本赤十字社は NHK 海外助け合い募金を行っています。市役所福祉課、各地域局、各地域市民センターに募金箱を設置していますので市民の皆様の温かいご支援をお願いします。お問い合わせは福祉課電話0866-21-0265までお願いします。今回はスポーツ振興課からのお知らせということで鎧さんにご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、鎧さん今回は何のお知らせでしょうか。はい、今回はですね令和5年2月12日日曜日に行われます、はい、毎年恒例の、I love 高橋ふれあいマラソン、これについてお知らせをしたいと思っております。はい、ただ過去2年間はですねコロナ禍において中止を余儀なくされておりましたので、はい、実に3年ぶりの開催ということになります。はい、特に前回の大会はこう大会の直前にね、はい、ちょっと中止を発表されたということ で、はい、こう今年こそはと思ってね準備していらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。はい、そうですね、はいはい、ということででは詳しく大会のことを教えてください。はい、まず日時なんですけれども、はい、先ほども申しましたように令和5年2月12日日曜日を予定しております。はい、今大会もですね、高橋市役所の北駐車場こちらをメイン会場といたしまして開催をいたします。はい、コースですが10キロ、5キロ、3キロの3つのコースを用意しておりまして、はい、年齢や性別で分けた全12部門に分かれております。10キロコースの方なんですけれども、はい、もうだいぶ定着してまいりましたが、周回コースを走るということになりますので、安全確保のために定員は350名とさせていただいております。はい、その他のコースは、定員はありませんので、ぜひどんどん申し込んでいただければと思います。はい、わかりました。はい、それではこの大会の、この一押しの魅力っていうところを教えていただけますか。はい、そうですね、やっぱりなんといってもですね城下町、高橋すごく情緒あふれる雰囲気があると思うんですけれども、はい、こちらを、走っていただけるということではないでしょうかね。はい、またね沿道では本当に毎年多くの方が出て応援をしてくださいますので、はい、元気をもらいながらね走っていただけるのではないかなと思います。なるほど。はい、コースもね3キロからになりまして、はい、比較的すべてのコースは勾配が緩やかですので、うん、マラソン初心者の方はもちろんですけれども、はい、小さなお子様でもご家族と一緒に走っていただいたりとかあと年配の方もね、はい、前回は80歳の方が3人、はい
申し込まれてましたので、いろんな方にね、走っていただけるのも魅力なんではないでしょうかね。はい、はい、ぜひね、市民の、ね、皆さんにもね、チャレンジしていただきたいですね。はい、お願いいたします。はい、では大会に参加したいという方はどのようにして申し込みをすればいいでしょうか。はい、はい、市役所の1階の総合案内、はい、それから4階のスポーツ振興課、はい、あと各地域局ですとか、それから各地域市民センターの方に、こちらのような募集要項を、置いておりますので、こちらに必要事項を記入していただきまして、郵便振込でお申し込みいただければと思います。はい、またインターネットによる申し込みも、ね、できますので、そちら詳しくは市役所とか、あと市のスポーツ協会さんの、はい、ホームページなんかを、参考にしていただければと思います。はい、申し込み期限の方なんですけれども、令和5年の1月6日、金曜日までとなっておりますので、期限を過ぎるとね、受付ができませんので、はい、ぜひとも早めにお申し込みをしていただければと思います。はい、また団体申し込みも、ございますので受け付けております。団体申し込みについては、市のスポーツ協会の方にお尋ねいただければ、申し込み方法など分かると思います。はい、ありがとうございます。はい、1月6日金曜日までのお申し込み受け付けということで、皆さんなるべく、ね、お早めにお願いいたします。はい、お願いします。それでは鎧さん、最後にテレビをご覧の皆さんにメッセージをお願いします。はい、はい、冬の風物詩となりました、アイラブ高橋ふれあいマラソンですけれども、44回目を、迎えることになりました。ゲストランナーといたしましては、いつも来ていただいております工場館高校の陸上部の皆さんとか、吉備国際大学シャルモカヤマ高橋の選手の皆さんにも参加していただくことに、なっておりますので、楽しみにしておいていただければと思います。また、開催にあたりまして、コース周辺では、交通規制、これがかかりますので、詳しくは1月の広報誌、それから市のウェブサイトの方をご確認いただければと思います。当日も大変ご迷惑をおかけすると思うんですけれども、ぜひともご協力の方よろしくお願いいたします。参加者募集まだまだ受け付けておりますので、皆様のご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、このマラソン大会ですけれども、こう沿道の皆さん、選手の皆さん、まあ、どちらもね、皆さんこう寒いでしょうから、ちゃんと来ていただいて、はい、またね、手洗い、うがい、そしてマスク着用などの基本的な感染対策はしっかりとしていただいて、はい、まずは、ね、安全に楽しむということを ね、 ね、していただきたいですね。それが一番だと思います。はい、皆さんのご参加をお待ちしております。はい、井浦さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは失礼します。健やかスマイル、お誕生日を迎えたお子さんをご紹介します。宇館町宇館の徳田美咲ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。成和町成和の小林佳穂ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。土地愛町阿部の安藤真子ちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。土地愛町阿部の川上梨央ちゃん、5歳のお誕生日おめでとう。土地愛町阿部の森末美咲ちゃん、4歳のお誕生日おめでとう。広報高橋と高橋市行政放送では、1歳から6歳のお誕生日を迎えるお子さんの写真を募集しています。応募について詳しくは高橋市ウェブサイト、または広報高橋市民のページをご覧ください。お問い合わせは秘書企画課0866-21-0210までお願いします。小さく見えてとても危険なタバコの火、本当に恐ろしいタバコ火災から大切な人を守るためには、日々の心構えが大切です。灰皿には水を入れて、消えたかどうか絶対確認、寝タバコは絶対にしない、防炎品を積極的に活用しよう。防ごう、なくそう、タバコ火災。